今日はこの絵を見てください。そして、この絵について今から日本語で言いますからね。書いてあるのです。読みましょうね、一緒にね。声に出してね。でもこの日本語がひらがななので読みづらいと思います。これだったら幼稚園のお子さんでも一緒に読めるよね。意味はわからないかもしれないけど。後で英語もありますから英語も読んでいきます。まずは日本語から読みましょう。このさっきのこの絵についてだからね。じゃあ、一緒に読みます。声に出してね。ワン、ツー、スリー。この画像は霧に覆われた山々を背景にした伝統的な日本の塔の静かで魅力的なシーンを描いています。塔は静けさの風景の中に立ち、満開のピンクの花が全景を飾っています。このピンクの花びらは、恒星に繊細な美しさを加え、曇りながらも明るい空は全体のシーンに柔らかな輝きを投げかけ、平和と調和の感覚を高めています。本当にそうかな？確かにそうだね。そんな感じがしますね。もっと小さいと見やすいかな。こんな感じ？もっと小さくしようか。こんな感じですね。いいですね。じゃあ、また大きくして、この英語読みます。1、2、3。This image portrays a tranquil and enchanting scene of a traditional Japanese pagoda set against our backdrop of mist-covered mountains. The pagoda stands amidst a landscape of scenery, serenity, with branches of pink blossoms in full bloom, gracing the foreground. The pink petals of the cherry blossoms add a delicate beauty to the composition, while the cloudy yet luminous sky casts a soft glow over the entire scene, enchanting the scene of peace and harmony. あ、これエンチャンティングじゃなかった。Enhancing、 なんかおかしいと思った。Enhancing the scene of peace and harmony.